セフフェルホーセンは、オランダ・リンブルフ州へ人出身のサッカー指導者。2001年、KRC 変区で監督を務め、リーグ優勝を成し遂げる。2006年に名古屋グランパスエト監督に就任。鈴木隆之が、KRC 変区に所属していた頃の監督でもある。また、かつては、祖母井秀隆に招聘され、ジェフユナイテッド市原で、臨時コーチを務めたこともある。 2006年夏には名古屋グランパスをオランダへ強化キャンプに連れて行き、オランダやベルギーの強豪チームと練習試合をさせた。それを紹介した TV 番組の中でトーキングの重要性を説いていた。2007年10月、名古屋を退団し、同時にサッカー界からも引退することを表明した。しかし、翌月にロナルド・クーマンをバレンシア CF に引き抜かれた PSV。 アイント方編から監督就任のオファーが届いた。PSV は早期の合流を望み、名古屋に対しての違約金の支払いやクラブ間での業務提携などの条件を提示したが、名古屋側は天皇杯が控えている等の理由で固辞。フェル方ン PSV もそれに了承し、最終的には名古屋との契約満期である天皇杯終了後に、 PSV の監督として就任することになった。2008年シーズンの PSV は、フェルフォー戦が4人目の監督だったが、チームを優勝に導いた。その後、2008年シーズン終了後に、改めて監督業から引退した。監督業の引退後、以前監督を務めた KRC ヘンクでアドバイザーの任に就任。その後2011年1月より BBB フェンローの、 アドバイザーも兼ねる。ありがとうございます。